森ゆう子議員の弾劾署名で、柚木議員。すごいじゃなくてとんでもないですよ。に批判殺到。内容はこちら。森ゆう子議員の弾劾署名に、柚木議員が国会で物申したようです。では、柚木議員の発言を見てみましょう。立憲民主党、柚木道義。森ゆう子が質問したことに対して、森ゆう子さん弾劾署名集めを始めるんですよ。原座長代理中心に。さっき見たら、31,981 も集まってるんですよ。すごいじゃなくてとんでもないですよ。すごいじゃなくてとんでもないとは、どっちのとんでもないですか？署名活動自体がとんでもないのか、それともとんでもない数字なのか。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。あらあら、柚木さんも参戦か、ゲラゲラ。署名集めの宣伝、お疲れ様です。国会でそれを取り上げちゃうと、森ゆう子議員の署名の件を知らない人にまで知れ渡るのでは？次はこちら。じゃあ署名しなくっちゃ。知れ渡った結果、多くの国民が、署名しなくっちゃ。こうなるでしょう。次はこちら。民意ってそういうことじゃないかと。民意の反映。柚木さんわかってますかい？これが民意です。最後はこちら。特定野党は、よほどお困りの様子ですね。聞いてる聞いてる、かっこ笑いってやつですかね。めちゃくちゃ困っているからこれなんでしょう。捏造記事を国会で取り上げ、一般人をまるで犯罪者のように扱った森ゆう子議員が悪いのです。結論。多くの国民は、今まで特定野党の暴挙をただただ見ているだけでしたが、今や個人が発信できるツールやサービスが充実したことで、声を上げる国民が増えました。国民が直接自分の考えを主張できるツールが充実した以上、これからはもう黙ってはいないということです。国会議員は国民の税金で成り立っていますので、もちろん国民の声も受け止めなければいけません。被害者である原氏の署名こそ、日本国民の民意の力なのです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。